んなこんにちは。もしかしてみんなもアキラくんの誕生日を祝いに来たのかしら。やっぱり。それじゃあアキラくんたちが来たらここにいる全員でお祝いしちゃおうか。レイコ、みんなはそろそろ来るんだっけ？ええ、さっき声をかけてきたから、もうすぐ来ると思うわよ。カイトの本こそ、カフェの準備は終わったの？バッチリだよ。って言っても、あとはもう任せて大丈夫そうだったから、抜けてきちゃったんだけど。まったく、ミクたちに怒られても知らないわよ。あ？みんな、アキトくんたちが来たみたいだよ。あ、いたいた。メイコさん、ガイトさん。俺の誕生日を祝ってくれるって話でしたけど、こんなとこで何を？あ、びっくりした。こんなにたくさん。みんな、アキトくんの誕生日をお祝いするために集まってくれたのよ。というわけで。誕生日おめでとう、アキトくん。ありがとうございます。お前らも、わざわざありがとな。ミクちゃんたちはいないんですか？ミクたちはお店で飾り付けしてるよ。僕とメイコは料理担当。え、そうなんすか？うん。アキトくんたちは毎日一生懸命練習してるでしょ。だから疲れを癒せるスイーツでみんなが少しでもリフレッシュできたらいいなと思ったんだ。ハチミツレモンのケーキとかあんみつのパンケーキ、アーモンドを使ったドリンクとか、元気になれるスイーツを用意してるから、楽しみにしててちょうだい。そんなことを考えてくれてたんすね。ありがとうございます。それに、お前らも、いつも見てくれて、ありがとな。どうしたの、アキト。今日はやけに素直じゃん。ま、今日くらいはな。つっても、言葉で伝えるのは柄じゃねえし、少し歌っていってもいいか？え？俺を祝うために、こんなに集まってくれたんだ。どうせならこっちも、その分返してえだろ。なるほどな。それなら、当然私たちもいないとだよね。まあ好きにしろよ。それじゃあ決まりだね。あ、それじゃあ僕も混ぜてもらおうかな。せっかくだからみんなの歌は一番近くで聞きたいしね。なら特等席はカイトに譲ってあげるわ。頑張ってね、アキトくん。そんじゃ行くぞ。シネマ。どんなはずだったんだよな。
気持ちがすごく伝わってくるいい歌だったわ。みんなもそう思ったんじゃない？いやー、隣で歌ってても感動したよ。胸がジーンとして、こっちが元気をもらっちゃった。この様子なら、アキトの思いはしっかり伝わったようだな。あ、そうみたいだな。俺たちはもっと先に行く。まだ見たことねえ場所まで、この4人で。だから、これからも見ててくれ。次にお前らの前で歌うときは、今日以上に沸かせてやるよ。それじゃあみんな、いい汗もかいたところで、お店に向かいましょうか。リクたちも準備ができてる頃だと思うし。はい！並木も映えるな。構図的にはよし。